塁側が中島裕之選手です。中島裕之選手は皆さんご存知の通りですね、巨人軍最年現役の最年長プレーヤーでございます。41歳の中島選手ですけども、まあ、私たちにとりまして本当に中島裕之選手、忘れることができないのは、まあ、過去にですね、有意義出といたしまして、史上唯一の100打点を達成しています。そしてまた昨年おととし、まさにジャイアンツさんにとりましては主君のホームラン二塁打、これ目に焼き付いております。今年は恐らく中島選手に主君の三塁打を狙っているのではなかろうかと思います。それを我々に応援に期待したものでございますけれども、まあ、とにかく中島選手現役最年長プレーヤーといたしまして、まだまだもう実にいい筋肉をしているわけでございますけれども、後ほど改めてご紹介させていただきますけれども、今年はもうぜひ一つまた大いにですね、代打の経験者としまして頑張っていただきたいと思うわけでございますけども、ちなみに個人情報としましては、奥さんが最高に美人でいらっしゃいます、そしてその隣三塁側にこれから入っていただきますのはですね、ようこそまさにですね、ウェルカムウェルカムトゥジャパンミスターアツオということでございまして、松田選手が三塁側のバッティングゲージに入ることになっています。松田選手は、まあ、皆さんご存知のようにですね、本当に貴重な新しい戦力です。今年のジャイアンツはとにかくその新しい戦力、それは、ベテラン新人あるいは 2,3 年目の選手に関わらずですね、必ず新しい戦力が活躍するのではないか、そういったような新しい戦力の息吹、そういったようなものを感じさせる、そういうものが、まあ、あるわけでございますけれども、松田選手はまたその代表格でございまして、首脳陣の誰しもが語っておりました。松田選手のおかげで若手中堅選手はアスリートとしての心の活力を注入してもらったと。背番号23、ジャイアンツとしては大変に由緒ある背番号でございまして、一番最初の背番号23を取りましたのはジャイアンツの歴史上ゴンという選手がありました。確か台湾出身の選手だと思うんですけども、彼は裸足のプレイヤーといたしまして球史に名前を残しております。続きましての23番は、日本の野球史上で初めて完全試合を達成いたしました藤本秀雄選手、こういった選手なんです。で、私たち忘れられない23番は何と言いましても、ホームランバッターでありました青田昇選手でしたですね。さらには昨年はポランコ選手が付けてあげてありますけども、その23を背負いまして巨人軍の主力といたしまして、松田選手にはまた大いに頑張っていただきたいなというふうに思うわけでございます。もう間もなく両選手バッティングケージに入ると思いますけども、しばらくお待ちいただければと思います。ファンだそうでございますので、一家もジャイアンツファンというふうに伺っております。より以上に期待が大ということになるわけでございます。ムードメーカーとしてではなく、チームの戦力として一員になってほしいという、まあ、そういった趣旨を巨人軍から伝えられまして、松田選手、まさに息に感じてですね、今シーズンこの23をつけまして巨人軍のユニフォーム袖を通してくれることになりました。さあ、それではいよいよ両選手がバッティングゲージになります。まずは一塁側のバッティングゲージ、年齢は41歳、筋肉は25歳、ライダーの切り札、我々が70、中島裕之選手、バックナンバー5。そして3年がご紹介いたします。動きはまさに19歳といっても過言ではありません。そういったようなものを私たち見せてもらいました。まさにユニフォームを着たビタミンボイス、年齢は40歳、動きは19歳、松田信弘、バックナンバー23、どうぞお二人に大きな拍手を。現在民会
になってないですか。大丈夫ですか。すみません。Thank you.